私の場合はその墓場だから遊び場が近所にその、墓場があったからお墓がでその墓場っていうのもすごく特殊なとこで近くに遊郭吉原という遊郭で遊女たちがもう身寄りのない遊女たちが死んだらそれを嘆く寺っつってただポン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 そこに入れちゃうっていう無名のそこでだからまあ色とさ死っていうかさ生と死が、混ざり合って、幼年の時に、体に染み込んで染み込んじゃったのかもしれないだそれがずっと引きずってるねそれがやっぱり私の東京の原点で東京の街っていうのはやっぱり生と死が混ざり合っててすごくいいパッて表通りざわめきの声とか動いてポッて裏町入ると静止してて人がいなくて死んでるっていうかそれの混ざり合いが至る所にこう混在してるじゃないずっとそこに惹かれてっから東京以外あんまり出たくないわけだからほらさ、ね、今ほら俺がずっとこう生きてるなんか動いてるっていうかさ言ってるのはモノクローンの場所に行って死を味わうそしてカラーということに行ってちょっと行って生を味わうそれ行ったり来たりしてる感じだね今私のやってることは。